道は、作家、吉田修一による日本の長編小説。文芸雑誌、文学界2009年1月号から2012年2月号に、連載、2012年11月21日に、文芸春秋から刊行された。日本と台湾を舞台に、台湾高速鉄路開通までの8年間をめぐる、日体の人々の絆と人生の物語を描く。 2013年には台湾にて中国語版が刊行、さらに2015年5月8日に文春文庫から文庫化された。未知台湾エクスプレスと題し、NHK と台湾のテレビ局 PTS の日台共同制作でテレビドラマ化され、NHK 総合テレビ及び NHKBS4K の土曜ドラマ枠並びに、 台湾の講師にて2020年5月16日から5月30日まで全3回で放送された。吉田が10年以上前に台湾を訪れた際に驚くほど台北の気候や風土、そして雰囲気が故郷の長崎に似ていたため自身に合うと感じたといい、そこから何度も台湾に足を運ぶようになった。2004年に日本人女性と台湾人の男性が 屋台で出会う小説を書いて以降、さらにこの物語を組み立てて長編に仕立てたいと思うようになったという。また、台湾で2008年に公開された映画、海角7号くんを思う、国境の南のエンディングで、ノバラを合唱するシーンに涙するほど感動して、この映画がなければ道もなかったとも語り、さらに、万世と称される日本統治下の台湾に生まれ時代に翻弄された。 日本人の物語を加えて執筆したという。本作で描きたかったのは昭和前期から平成まで続く時間の長さや奥行きであったといい、個々の人間を深く描いていくことで国の関係やその時代をも見通せるような小説にしたかったと語る。台湾を訪れたことでさらに台湾が好きになったという。吉田は老人が船に乗って何日もかけて渡った遠い。 台湾と現代の若い人が感じる近くの台湾との格差を見るのも楽しい。時間が短くなることで、それぞれの思いの距離も近くなればいいと思うと語った。作中では、今回は食べ物一つ、登場人物の性格一つとっても、僕の好きなものだけを書きましたと語るように、台湾の気候や光景、夜り市で売られる食べ物、台湾人の風習や考え方などを多く描出し、 さながら、吉田版、台湾ガイドブックの性格も合わせ持っている。出展、日、台湾エクスプレスのタイトルにおいて日本及び台湾の公共放送である日本放送協会と公共電子文化事業基金会の共同制作による日体共同制作ドラマとしてテレビドラマ化され NHK 総合及び NHKBS4K の 土曜ドラマは区で2020年5月16日から5月30日まで、前3回にわたって放送された。主演は春。台湾では、未知、台湾エクスプレスと大志講師にて2020年5月16日から5月30日まで、毎週土曜の21時から前3回で放送、動画配信サービス、キャッチプレイ、LINE TV にて、同日より配信された。 うるわしの島と呼ばれた台湾の美しい景色や活気ある街角を背景に日本と台湾の人々の国境と時間の垣根を越えた心の交流を描く。2011年の東日本大震災発生時に寄せられた台湾からの震災支援に対しお礼をしたいとの思いが原点となり台湾で台湾の放送局と合作という形でドラマを作れたら それが一番のお礼になるのではないかとの発想から本作の企画、制作へと至った。PTS との共同制作、台湾高速鉄道の撮影協力の下で、撮影は約2ヶ月間にわたって、台北、高尾、カレンなど台湾各地で行われ、カレンでは日本のドラマとしては初となる台湾原住民阿弥族の放年祭の撮影を行った。 主要キャストその他のキャストロ、台湾エクスプレスに関するカテゴリー、ありがとうございます。